安倍総理大臣は防衛大学校の卒業式で訓示し、新型コロナウイルス関連の自衛隊の対応を高く評価しました。従事した隊員からはただの一人の陽性者も出していません。一つ一つの手順を基本に忠実に精緻に進めていく、その習慣が身に染みついているからこそ完璧な任務の遂行が可能となったのだと思います。例年防衛大の卒業式には保護者ら2000人近くが参列し、2時間近く行われます。しかし今年は新型コロナウイルスの影響で保護者らが参加を見送り、およそ600人程度が参列しました。また国歌斉唱も在校生4人のみが歌い、卒業証書の授与も代表者のみが受け取る形で、およそ1時間の式となりました。卒業式の様子は保護者らのために初めてインターネットで中継されました。今年度の卒業生は508名で、このうち自衛官にならない任官拒否の卒業生は去年より14人少ない35人でした。